鹿島アントラーズを愛し、支え、そして僕たちと一緒に戦ってくださっている皆さん、1年間本当にありがとうございました。今年はたくさんの悔しい試合、悔しい時間がありました。その思いを皆さん、僕たちと一緒に共有し、乗り越えていただいてありがとうございました。今乗り越えたと言いましたが、僕たちが本当に乗り越えたと言える瞬間というのは、おそらくタイトルを取った時だと思います。その時まで選手たちと共に力強く歩んでいきますので、ぜひ支え続けてください。来年、それにチャレンジします。1年間ありがとうございました。